1日100回近くエントリーが可能で、年間勝率 86% を誇っております。はい、どうも、バイナリー投資塾の陽介です。本日もよろしくお願いします。で、今回はね、1日100回近くエントリーが可能で、どんな方でも簡単に勝てる年間勝率でいうと 86% を維持している仕様っていうのを伝授したいと思います。で、僕のチャンネルではその時その時の相場に合わせた仕様の解説を僕なりの見解を加えながら解説しています。ぜひいいねとチャンネル登録をしてこちらの動画をご覧ください。で、今回の仕様って、冒頭でもねお伝えした通り、1日100回以上のエントリー回数があります。で、それに加えて年間勝率が 86% 以上誇ってるんですよね。で、これね結構すごくて、どのくらいすごいかっていうと、じゃあ1万円でエントリーした場合、例えば1日100回ねエントリーポイントがくれば86回勝てて14回負けるってことなんです。これ利益で言うと、1万円エントリーした場合59万1000円稼げるっていうのは計算なんです。これがたとえね1000エントリーだったとしても5万9100円稼げるってことなんで、これすごくないですか。1万円を59万円に変えてしまうぐらいの力を持ってる仕様なので、まずは安定した資産を築いていきたいって方にはぴったりな仕様になっております。なので、ぜひね、必ず最後までこの動画を見ていただいて、ご自身のスキルに落とし込んでいただきたいなと思います。そして、本気で稼いでいきたいってことであれば、この動画のね、どこかに相性のいい通貨ペア、あとは時間帯とか、そういったところも全てお伝えしてますので、必ず見逃さないようにしてください。それではね、早速やっていきましょうか。本編スタートです。はい、そうしましたらね、実際にチャート画面を通して解説していきたいと思います。で、今回こちらの仕様に関しては5分足を使っていきます。ですので、チャート画面開いていただいて、こちらを M5 で選択してください。で、こちらに関しては5分足おきにローソク足が形成されるもの、そのチャート画面であればどんな証券会社でも構いません。まずはそちらを選択していただいて、インジケーターを挿入していきます。で、今回使っていくインジケーターは全部で2つです。移動平均線とストキャスティックスの2つを使っていきます。で、こちらの達成ね、気になると思うんですが、まず最初に移動平均線から入れていきたいと思います。まずこちらの挿入、インジケーターのトレンドの中にありますこちらムービングアベレージですね、こちらを選択してください。そうするとこのような設定画面が表示されます。で、まずパラメータのところで期間を25、移動平均の種別をシンプル、適用価格をクローズで設定をしてください。こちらで OK ですね。で、今回ご覧いただいて分かるように、移動平均線は全部で3つ使っていきます。短期、中期、長期と3本使っていきますので、続いて2本目ですね、中期も同様にこちらの挿入、インジケーターのトレンドの中にいますムービングアベレージですね、こちらを選択します。そうするとこのような設定画面が出てきますので、まずパラメータのところで期間を50、移動平均の種別をシンプル、適用価格をクローズで設定をしてください。で、中期に関しては黄色、ゴールドですね、こちらを活用していきます。 OK ボタンで挿入をしてください。で、最後長期の移動平均線ですね、挿入方法に関してはね、こちらから入れていただいて、で、設定数値はこちらになります。期間を75、移動平均の種別をシンプル、適用価格をクローズで設定をしてください。で、長期に関してはピンク色を使っていきます。こちらで OK ですね。で、ここ最近ね、インジケーターの特性って全く話してなかったんですね。で、結構こう最近ね、 LINE 読者の方から、これってどんな特徴あるんですかとか、どんな性質持ってますかっていう質問を結構いただくんですね。ので、今回は移動平均線とストキャスティックスに関しては簡単に特性をちょっとお話したいと思います。で、まず今入れてもらったこちらの移動平均線について。で、移動平均線ってある一定期間の価格から平均値を計算し、折れ線グラフで表したものです。その日を含めた過去何日間または何週間かの価格を毎日計算していくため、平均値が移動していくっていうことから移動平均と呼ばれています。代表的なテクニカルチャートの一つで、価格の傾向や流れなど相場の方向性を見る手がかりとなってくれます。では、続いてストキャスティックスを入れていきます。こちらも挿入、インジケーターのオシレーターの中にありますこちらストキャスティックスオシレーター、こちらを選択してください。そうするとこのような設定画面が表示されます。で、まずパラメータのところで、こちらのパーセント系期間を5、パーセント D 期間を2、スローイングを2で、価格欄をローとハイ、移動平均の種別をシンプルですね、こちらで設定してください。で、次に色の設定のところで、メイン線はピンク、シグナル線を緑色で活用していきます。で、最後レベル表示をしていただいて、70と30で設定してください。80と20でね、使ってる方も多いかなと思うんですが、今回は70と30を使っていきます。こちらで OK ボタンを押していきます。で、今ね、挿入していただいたこちらのストキャスティックスっていうのはオシレーター仕様の一つで、設定した期間の買われている勢い、
または売られている勢いっていうのを可視化することができる便利な指標です。一般的に80以上が買われすぎ、20以下が売られすぎっていうふうに言われているんですが、買われすぎはさらに買われることもありますし、売られすぎはさらに売られることもあります。ですので、買われすぎから戻るタイミングで売り、売られすぎから戻るタイミングで買いっていう見方で使用していきます。はい、そうしましたらね、皆さんお待ちかねのエントリー条件についてやっていきたいと思います。まずは半エントリーからやっていきます。で、条件としては全部で2つですね。まず最初に移動平均線見ていただいて、上昇のパーフェクトオーダー、まあ、上から順に短期中期長期と並んでいる局面ですね。青黄色ピンク、この順番で並んでいる局面、上昇のパーフェクトオーダーを確認してください。で、その際にストキャティックス見ていただいて、こちらの下のライン、この30のラインでゴールデンクロスしているところを探してください。つまりこちらですね。こちらが条件が一致しているハイエントリーのポイントです。こちらの達成の次なしでハイエントリーかけていくと、このようにね、陽線が形成されてますので、しっかりと勝つことができています。で、こちらもね、同様にハイエントリーのポイントでしっかりと勝つことができています。で、ここもですね、ハイエントリーでしっかりと勝ちにつなげることができています。で、まあ、なぜこのポイントでハイエントリーがかけられるのかっていう部分なんですけど、この結局ね、移動平均線、このじゃあ上昇のパーフェクトオーダーを形成している局面っていうのが、買いの勢力が優勢と判断できます。つまり買いのエントリーポイントで行っていく方が期待値が高いってことなんですね。そしてストキャティックス見ていただいて、こちらの30のラインを下回った状態、そしてクロスしたってことは、直近の価格傾向が上向きに転じたっていうふうに見られるため、買いサインと言われています。それに、まあ、売られすぎっていう捉え方もできますので、これらの根拠のもとハイエントリーしていくことで、しっかりと勝ちにつなげることができるんです。ではね、続いてローエントリーも解説していきます。まあ、早速なんですけども、こちらのポイントですね。まず移動平均線見ていただいて、下降のパーフェクトオーダー、上から順にピンク黄色青長期中期短期と綺麗に並んでいることを探してください。それを確認しましたら、ストキャティクス見ていただいて、こちらが70以上でデッドクロスしていることを確認してください。つまりこういったポイントですね。こちらが条件が一致したローエントリーのポイントになります。ですので、こちらの達成の次の足でローエントリーをかけていきます。そうするとこのように陰線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。で、ローエントリーの根拠としては、移動平均線が下降のパーフェクトオーダーを形成している場合っていうのは、売りの勢力が優勢と判断して、売りのエントリーポイントを探ることができます。そしてストキャティクスが80のラインを上回った状態でのクロスっていうのは、直近の価格傾向が下向きに転じたって見られるので、売りが優勢、まあ同時にね、買われすぎてるって判断ができるので、ローエントリーをしてしっかりと勝ちにつなげることができてるんですね。ではここでワンポイントアドバイスをお伝えします。まあ、パーフェクトオーダーの形成時にローソク足の位置を見てください。ハイエントリー時であれば、上昇のパーフェクトオーダー時にローソク足が短期の移動平均線よりも上にあること、で、この時に移動平均線にローソク足が触れてなければなお良しです。まあ、被らないで条件が揃ってるポイントに関しては、他のポイントに比べて根拠としては強いです。ただこういったポイントのみとかに絞ってしまうと、かなりポイント数減ってしまいますので、あくまでも期待値の高いポイントとして認識していただくのがいいです。で、まあ、ローエントリーの場合は逆ですね。移動平均線に対してローソク足が下を推移していればなお良しです。それではもう一つね、おすすめの時間帯っていうのも紹介したいと思います。これは夕方以降の時間帯がおすすめです。日中は為替市場が開いていて、相場が活発に動いていくので、レンジ相場になりがちなんですね。逆にそれ以外の時間帯っていうのは、値幅が落ち着くため、トレンド相場であることが多いです。だからトレンドがね、発生したところでエントリーをかけていく、この市場に対してはやっぱり日本の為替市場が終わった後、日付が変わるまでの時間帯っていうのがかなり有効的なんです。ここを意識するだけで勝率がぐっと上がりますし、負けを減らすってことにも直結してくるので、手元に残る資金が増え、リスクを最小限に抑えることができます。はい、ということで今回の章はいかがだったでしょうか。まあ、実際に過去チャートを使って紹介してきたんですけども、しっかりと利益を出していける章っていうのは分かりましたよね。即試したくなるような章だったと思います。ただいきなりね、リアルで取引するってよりかは、デモトレードとか、まずはお金がかからない部分で練習していただいて、しっかりと完璧にマスターしていただいてから挑むようにしてください。はい、ではね、最後になりましたが、今回の動画が参考になったよって方は、グッドボタンとチャンネル登録は必ず押してください。次回以降も初心者でも勝てる、簡単に稼げる賞をどんどん紹介していきますので、楽しみにお待ちいただければと思います。本日も最後までご視聴いただき
ありがとうございました。